んにちは。こんにちは。今回は蜂。そう、はい、いろんな作家さんの蜂がね結構今集まってて、でまあシューガー店でもね販売はしたんですけれども、フェスのためにシューガーに持っていかない部分をご紹介したいと思います、はい、ちょっとちっちゃめのはフェスの方に集中させたんですけどね。でとりあえず今なんかいっぱいあるの、ランザンさん、谷ランザンさんっていう方ですね、はい、あの彫刻が有名な人ですね、うん、こういう風に竜の彫刻をするんですよね、はい、まだご健在です、まだ制作してるみたいですよ、うんうん、80過ぎてますね、はい、でこの人の鉢が結構入ってて、ちっちゃいのだとこれ、あ、それいい、ちっちゃいですよ。これいいですよ。横もね、こう、うん、この竜からこのカゴみたいな。カゴがね、この人カゴ特徴的なんでね。うん、これいいですね。そうですか。はい、ただちょっと歪みがあるのが特徴ですから、絶対的に。で、ね、まあ、字書いてあるのもありますね。これ珍しいかもしれない、うん。絵も描くんですよ。絵鉢も作ってるんですけど、こっちの竜の方があの有名かな。で、私一押しはこれ。これ古いんですよね、多分初期作品で、うん、朝彫りなんですけれどもとてもいい顔で、はい、で剣がいいのがあんまりないんで、うんうん、薄いですしね。で裏側も、うん、裏も竜です。竜、そうです。こっちの顔の方が好きだな。好き好きです。あと字が入ってます、横字入ってます。これがねなかなか出ないと思うんですよね、うん、あとはねこれが土目がいいかなと思いますね、うん、竜でもね、これはいい、これいいと思います、うん、ね、後ろも、はい、後ろもすごい立派な落款が、うん、入ってます、はい、こんなんで、あとはね、まあ竜が多いんですけどね、派手な竜が好きな方はこんなに飛び出てますけども、うんうん、こういうすごいですね、あります、後ろもこうなってるし、うん、どっから見ても後ろは何ですか、雲、これは雲じゃなくてあのお屋敷です。屋敷家ですよ、窓があるから。あ、見えますか、はいはい、細かいですね、細かいですね。ね、よく作ってますよね、こういった感じで、まあいろいろありますけれども竜が多いですよ。でこれがあのフェスであの販売します、はい、フェスに来れない方は、はい、メインクラブにもあるということですね、うん、ランザンさん、とりあえずグリーンクラブの常設の棚にはあの置いとくんですけども、まあ売れちゃってないこともあるかもしれないし、うん、まあいろいろ、これよりちょっと大きめなやつはクラブの常設のレジの方の3番の棚に何個かポポポポって並びます。大きいの欲しい方はそちら、うん、そうですね、はい、そちらも、はい、ぜひ、はいはい、続きまして、はい、はい、これはね茶山ですね。茶山さん、茶山はお茶の茶に山と書きますね、はい、こういう風に何ていうかな、白化粧土っていうのを塗ったところにこう掘りでね、あの書き落として、うん、書き落としたの、この白いところが白化粧土でね、それから焼き上げてあるので、この人の仙人坊主って言って、坊主ばっかし、うん、坊主ばっかし、こっちもこれがね坊主じゃないね、絵ではね珍しいなと思ったんだけど絵ですね、うん、山とかあるからね、人はいっぱい描いてありますけどね、これ薄いですね、すっごいいいですよね、なんか、うん、ふるさと、この絵の感じ、これも仙人坊主です、よく見るとお坊さん座ってるけど、あ、本当だ、仙人坊主で有名なんですね、このサイズでこんだけいいのはあんまりないからいいかもしれない、これが茶山ですね、これお高い、そうですね、昔はね、そんな高くなかったんだけど、有線と合作作っちゃったりなんかしたりして、有線が上がったから一緒に上がっちゃったから、どうなんだろうね、まあ、値付けはこれからって感じですか。そうですね、あの相場ぐらいでね、ちょっと安く、相場よりちょっと安くつけますから、うんうん、8は全般に、はい、そんなに高いこと言わない、ね、これはこれね、どっちだったかな、うん、こうですね、これはあの柴崎慎吾郎
青函さんですね。青函さんのミニ鉢で、青函さんの特徴はこんな、こんなのついてるの、うん、こういうのね。で、出物にしちゃいい味ついてますね、うん、もう結構好きです、うん、で、これが鶴かな、鶴かトキか、うん、何でしょうね、うん、こういうの結構多いんですよ、うん、でも絵がすごいいいですね、この鳥の。そうで、落款がこれです、うん、落款これ、こっちも、こっちは青函って書いてある、はい、これが2個あって、ね、それから春吉さん、あ、これもそうなんですか。うん、これも春吉です。これが春吉です。でも、はい、これ多分昔ね、頼んでね、書いてくれたんだけど、そのうちやってくれなくなっちゃったね。あのちっちゃいやつはね、あの値段があんまいかないからって、今こんな大きいの書いてるからね、うん、昔のだね。これいいですよね、これ面白いね、これこれ珍しいと思う、春吉に。木ですよね、うん、この木の枝か、そう木に、これ桜だか梅でしょ、うん、春吉って書いてる。周りのやつが全部花ってことですよね。そうですで、緑のところが葉っぱでしょ、ね、これ面白い、こんな珍しいですよ、はい、あとこっちは出物ですね、うん、出物もあんまり作ってないから、うん、綺麗ですね、うん、綺麗。これ新品なんで使い込むとすごい良くなると思う、うん、ね、薄いしピシッとできてるし、うん、ピシッピシッピシッってしてますからね。春吉さんが4点で、さっきのこれね、青函さんの息子さんがいて、息子さんがね、うん、あの千治さんって言うんですよね。あ、これ違う、これ千治さん、これもそうみたいだ。落款がないんだけど、うん、足が一緒だから、ほら、本当だ、うん、こっちはあるでしょ、千治って書いてあるね。これカニの絵ですね、うん、これも珍しいかもしれないね。あんまり作ってないからたまに出てくる、ね、これも綺麗ですね、うん、綺麗でしょ、うん、薄いのよ、ね、すごい薄いのね、使い込んでないからもったいないね、使っとけばよかったね。それとこれが辻テル子、テル鉢、これは箱書き付きです。これはミニですね、こういう落款ですね。これテルって書いてあるね、クジャクガマテルですね、間違いないですね。これ上が金色なんですよね、こと、うん、やっぱあの陶芸家なんで、もう奇抜な鉢しか作らないのね。かわいい、これかわいいですか。もう一個あるね、これこれね、テールって書いてあって、綺麗ですね、これも、うん、そっちの方が植えられそうだよね、うん、こっちちょっと奇抜だからさ、何植えようかって考えちゃうよね。だからこっちのは箱がついてます、うん、でこれが辻てる子さんが2点、それからまだまだあります。ああ大輔、今あんまりもう中国の方にだいぶ行っちゃってるけど、うん、このぐらいのサイズで、この薄さでちょっと使い込んであって、うん、植え付けるのにはいいかなと思います。大輔マークね、これね、はい、うん、大輔が、これは大きい方で、ちっちゃい方がこれこれ、おー、すげえ。いいですよ、これ絵が、ふ、船、うん、ここ船です、うん、細かいですよすごいですね。これは貴重品、このサイズはないんだよ、あんまり。落款もいっぱい書いてあるでしょ。これね、古い時の落款なんですよ、はい、遊びって書いてあるのね。友人って言ったかな、遊び人って読むのか分かんないけど、すごく古い時この落款を使ってます。若い時の絵なんで、絵が素晴らしい。これは売らない売らない見せただけ見せただけこれ貴重品でね、あ、春吉さんの忘れてた、これ春吉さんなんだ。この鉢面白いよ、ほら、春吉さん、これとこれと一緒、うん、うわー、
すごいですねこれ。面白いでしょ。ここに植えるんだよ。ここに植えてください。ケト土でポコンってやってピュッて草かなんか、うん、ここはイカシで。そうですね、これこっちが前だと思います。アイディアだな。ここだって、ね、これいいですよ。薄いし足もちゃんとしてるしね。すごいな。珍しい。多分すごい初期作品だと思います。私も欲しい。私も欲しい、うん、私のじゃないですか。見たくないな見たくないなと思いました。で、次がね、これよっこいしょ、はい、うん、すごい。これはね、あのもう今ね作家辞めちゃったんだけど、石川貴子さんっていう人が絵を描いて、でボディは九山です。九山、九山、狭九山って言うんだけど、久しいに山と書きます。へえ。群馬県の八作家さんですね。もう亡くなっちゃってますね。そうなんですか、うん、僕自分の八の名前九山に変えようかなとか思ってたんですけど。あ、それは九ですかいいんじゃないですか。でも九山さんはあれですよ、こうこれがね、絵がね、いろいろ、これ蝶々ですね。蝶々、うん、でこれお花、すごいちっちゃい。これが、これよくわかんない。タケノコ？なんだろう。違うのかな。トウモロコシ？トウモロコシ？なんだろうね。トウモロコシじゃないと思いますけどね。笹なのかな？笹かもしれないね。二人とももういらっしゃらない。あのタカちゃんは同じ前橋商品会の会員だったんで、うん、仲良かったんでタカちゃんと呼んでおりましたが、辞めちゃったんでね、ハチ作るのね。そうなんですね、うん、だから今はで箱書き付きですし、はい、これはなかなかないと思います。貴重品、貴重品。これでも視聴者の人でも結構分かれるでしょうね、どの鉢好きか。分かれるでしょう ね、コメントしてください皆さん。そうですよね。これはこの間なくなっちゃったけど、ユーザンさんの鉢だけど、これはね、アリなんです。アリアリ、珍しい。アリ好きなんでよく描くんだけど、でもこんなさっぱりした絵を描くのは珍しいいつももうびっちり描き込みますからね、ユーザーさんはね。アリだらけになるってことですか。そうそうそう空白があるから、え、珍しいって、ほらユーザンって書いてあるでしょ。へー、きっちりしててね、使いやすいと思う逆に。うん、あの、そうですね、木の邪魔をしないから、この絵だと。これはもう共布のがありますね、はい。ほら、あ、直筆の、はい、アリって書いてある、ちゃんと。本当だ、ね、亡くなっちゃったってね。もうちょっとね、元気でいてくれればね、よかったのに。一緒にね、ご飯食べる仲だった。あ、そうなんですね、はい、仲良くしていました、うん。これ、はい、辻武彦、使い込んであります。この人のはみんなこういう線が書いてあるんでね、はい、陶芸家の人なんでね、箱の中にちゃんとこういうの書いてある、うん、証明書、証明書みたいのも入ってて、で箱もね、ほら、なんか洋風な。そうなんですよ、みんなこういう感じ、で完璧時期ですね。時期なんだ。時期です。よっこいしょ。あとちっちゃいのここに今ね何個か出しちゃったね。大輔がここに入ってたんだよ、こうやってね、はい、辻出子さんの学校に入ってたね。この中ではこれ買ってんだけど、これは無糖鉢で夢夢って書いてありますね。あの無糖鉢ですね。これが宇野昇さんのザル、ザル時代ついてていいでしょう、うんね、これもね宇野さんだと思うんだけどね。謎ですよね。これナスでしょ。ナスでしょ本人に聞いてみないと楽観があれしてるから。これが可愛いの、あの大島真由ちゃんのね初期作品でね、真由って書いてあります。いいですね、月がなんかね。うん、綺麗でしょ。可愛いと思う。こういうのとか、あとはこれはあれですよ、ケイシンさん、どうしたケイシンさんの豆鉢。まだ
ご健在です。だから、うん、近く船かもう85過ぎたかな。この間ご会いして、この間お会いしました。これも、うん、これもよくかけてますよ。これも船、うん、船ですかね。一周するとこんなになってこんな絵があって、もう 豆はもうあれです。あとはあと一層とかね。これでも売り物なんですね。さっきどれか売らないですけど、これこれこれは売らないけど、これ、ね、コレクションの一つ。他は売り物、売り物です、売り物です。昔のこの豆は珍しい。うん、これは何だっけ、うん、読めないな。町直だ。町直、町直です。古いんで多分昔の、下に薬がかかってないから初期作品の町直、はい、町直でした。これは木工さんでね、この辺が武藤さんですね。終わり。あとこれが綺麗なんだけどね、祝宝、祝宝ってね、祝うにあの峰って書くんですけどね、うんうん、これいいですね。祝う峰、この絵がもう時代に載ってて、載ってますね、うん、これ植えたらすごい木立つと思う、うん、こんだけ古いとね。これは1個しかない、はい、でここに、あ、まゆちゃんのがもう1個出てきたね。お花、うん、新品です。これも古いんじゃないかな、一層鉢ですからね、多分昔描いたやつですね。これも使ったら良くなりそうですね、もっとね、うん、新品だからね、うん、もうちょっと使ってほしいよね、うん、かわいい。そうすると、はい、はい、もこさんの鉢いっぱい入りました。ちっちゃいのばっかり集めてみました、うん、まあ、有名なのはこの墨抜き、これとこれね、これ墨抜きですね、このサイズです。でちっちゃいのがこれがね、墨抜きでもって書いてあるんですよね。も入れられなかったんじゃないかな、落款が、うん、でも足がもう完璧木工さんなんで、これ間違いないですね。うーんとちっちゃいので、あといいなと思ったの、これいいですよね。このここの模様がすごい繊細で、字もいいし縁も綺麗だし、すごい。これはハンコだね、木工って書いてあるね。で一番ちっちゃいので、こういうのも こんな感じで、ね、これちっちゃいけどちゃんと木工って入ってる、うん、こんな感じ。これ白ですね、うん、有名な薬だとこれかな。あと形でこれはすごい有名、うん、この形はこんなのがあります。桜梅みたいなね、うん、花形だね、うん、これいいんだよ、うん、それいいですよね。私これが好きですけどね。とこんな、こういう柄物もある、ちょっと新品なんですけど、うんうん、これ水盤、もこさんがよく水盤作るんですよ、うん、これも使えます。薄いからね、ここ厚みがなくて、うん、この薄さなんですごいいいかなと思います。こんな感じですかね。こんな感じ、はい、いろいろ紹介しましたね、はい。まだね、数1個ずつしかないやつなんかでも、もう鉢いっぱいあるからとりあえず見に来てください、はい、それしか言えない。ほんの一部ですよね。そうです、ね、最近入ったやつ紹介したんですけど、前から持ってるのもあるし、それからあとあの使い鉢でね、安い鉢、うんうん、もうあのほら美香の村っかんとか、はい、もうまだ山ほどあるし、ある、うん、文山とか、なんだっけ、マルトーとかの型鉢の古いのとかもあるし、うんうんうん、あと何があるかな、なんかいっぱいある。もうすごい量です。とにかくちょっと大きめのやつもあるので、あの床なめの鉢とかね、このくらいのとかあります、はいはい。でも全部紹介できません。できませんよ、はい、本当に多分数パーセントですね、はい、はい。なので、もっと鉢を見たいという方は、防災のフェスにフェスぜひお越しください。ぜひお越しください。本物見ないと、手に取ってみないと分かんないから、うん、鉢は、うん、厚さもあるし、いろいろね、足の形もあるんで、写真だけだと分からないので、ね、はい。で、あと食とあれもあるんですよね。なんだっけ、うん、まあ食は一般的なあのジータとかああいうので、それはそれで並べますけど、やっぱり天杯は、うん、結構変なのが
面白いのもある、はい、テンパイやるの、テンパイもどこかで紹介しましょうか。あ、そう、はい、というわけで、はい、11月23、24、土日です、はい、祝日です、お待ちしております、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい。